なんとか解決をしましょうという決断をですねしたいと思っています。それであたっては浜尻や管理組合の方とも意見もきちんとお話をした上で何がしかのですね対応をお互いにできるようにしていく必要があると思っています。